まあ僕から見るとかなり難しいちょっと高すぎるんじゃないかなという感じはしますね消費税の先送りを受け政府が新たに示した試算では GDP ・国内総生産の名目成長率が3%台後半と高い経済成長を想定しても2020年度はなお5兆5000億円程度の赤字が残る見通しです。経済同友会の小林代表幹事は 資産の前提となる成長率などの達成はかなり厳しいと強調し政府が掲げる2020年度の財政の黒字化は困難だという見方を改めて示しましたまた、政府が2020年頃までに GDP を600兆円に拡大する目標を掲げていることについてもそれだけに固執することは政策の方向性を誤ると目標の見直しも求めました。